はい、えユニバーサルミュージックストアをご利用の皆さん、こんにちは、みやびです。4月22日、ニューアルバム、ホーリーナイツリリース。本当に自分自身、音楽家としていろんな思いを込めて作りました。異常気象、難民問題、飢餓、貧富の格差、そして今コロナの問題で、本当に世界中が混沌としている中で、僕たち、 ね、音楽家が何を歌うべきなのか何を届けるべきなのか、えー、音楽の力って何なんだろう、えー、本当にそういったことを感じながら、えー、作りました、えー、どういう状況だろうと僕たち音楽家は、えー、その音楽を止めません、まあ、レコードスターもレコード会社も含めてやっぱり音楽に携わる人間として、えー、その音楽の力を信じてその音楽で少しでも、えー、その音楽を聴いてくれる、えー、人たちの背中を押せる 僕たちの CD パッケージを手に取ってくれる人たちにとってやっぱ有意義なものでありたいしそういった作品を作っていきたいなと思ってますしそういった思いを込めて作りましたえーとにかく聴いてほしいなと思いますあのまあライブとかいろんなね先行きが見えない状況ではありますけどとにかく自分たちはえ麗、ー、きれいごとでも、えー、希望と夢とえー ね、ポジティブな、えー、フィーリングをとにかく聴いてくれる人に届ける、世界中に鳴らす、えー、その一心で活動をしていきます。ぜひぜひ、えー、このアルバム聴いて一緒に乗り越えましょう。よろしくお願いします。ヤビでした